継承北道は大韓民国の東南部に位置する行政区。継承とはかつての中心都市であった慶州、昌州を組み合わせた合成地名であり、この周辺地域を継承道と呼ぶ。行政区画としては、李氏朝鮮の時代に東西に分けられたりなど、試行錯誤が行われ、1896年直令第36号で朝鮮八道における、 京尚道の北半分を京尚北道と定めた。かつて京尚北道の一部であったテグ市は1981年にテグ直轄市として分離した。その後も道庁はテグ広域市に置かれていたが、2016年2月12日に安藤市に移転した。通常は京北と略される。東は日本海に面し、北は関温度に、西は中西北道。 全羅北道に南は、京州南道に接しており、韓国で一番面積が広い道になっている。道の大部分が大白山脈、小白山脈に囲まれる盆地であるため、韓国で最も暑い地域であると言われる。農業が重要な産業の一つであり、米、豆、ジャガイモ、大麦などが生産される。手具周辺で生産されるリンゴは特産物であると言える。 落農業も営まれる。漁業もまた盛んであり、エビ、カニなどの甲殻類、海藻やイカが漁獲される。なお、韓国政府の立場では、竹島は、移領軍に所属するので、継承北道の管轄となる。1月の平均気温、安藤歩行劇喜び8月の平均気温、安藤歩行劇喜び10の都市と13の軍が、設置されている。読みは、 大韓民国の地方行政区画を参照。日本の島根県と島都市であったが、2005年に竹島の日が制定されると、京昌北道の議会は日照期を焼くなどの抗議をし、島根県との島都市関係を撤回し、断交を宣言した。同年、独当の月を制定し、日本との交流を制限することを宣言している。京昌北道公式サイト、 京北商会京北元京2016年9月11日閲覧大韓民国国家統計ポータル人口世帯人口総調査人口部門総調査人口全数部門人口世帯と住宅有面度2015年から2015年2019年閲覧バンクサイバードクトー学校生徒1万人突破連合ニュース2009年5月22日 東亜日報2005年3月16日 donga.com ありがとうございます。